皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、50代の教室運営は、旦那さんの定年老後を見据えた計画を作りましょう、というお話をしていきたいと思います。私のクライアントさん、50代、60代の方も、結構多いんですけれども、もちろん40代の方もいらっしゃるんですが、50代超えてくるとですね、だんだん定年とかっていうのが見えてくるわけですよね。サラリーマンだったりする場合には、自営業の旦那さんがいる場合にはあまり関係ないところですけどね。で、ちなみに私と主人は同い年ではありますけれども、彼は会社員なので、多分定年とか来るイメージですね。で、いろいろなご家庭のいろいろな事情っていうのは当然あるわけなんですけれども、定年っていうものが基本教室業の先生業にはないですよね。ご自身の気力があってそれを習いたいっていう人たちがいる限りは教室業は成り立ちます。ということは、場合によっては65とか70でももちろんできるということです。気力と、お渡しする技術技能があって受け取ってくれる人がいれば、ということはある意味定年がない職業ということになります。そうすると、例えば今65とか68とか70くらいになるんでしょうかね、もしかしたらね、定年がっていう領域で考えた時には、ご主人の方が早くリタイアする可能性があります。で、奥さんの方が稼いでいる可能性があります。ですので、その時のパワーバランスも見据えて、現状どういうことをやってったらいいのか、旦那さんにどういう状態のね、将来のことをお願いしたらいいのか、これはうちの問題も含めてですけどもね、それをちょっと解説していきたいのかなっていうのが今日のテーマです。はい、それでは本題に入っていきたいと思います。実はですね、ある記事を見ている時に、その内容がですね、最強の老後資産形成は夫が家事育児もやることであるっていうふうに書いてあったんですよね。これ確かにそうだなと思っていて、特に奥さんがまだ70とかそれぐらいまで稼げるって言ったら、もしかしたら家の稼ぎ手は、旦那さんじゃなくて、その時代になったら奥さんになるかもしれないじゃないですか。で、場合によってはそれこそね、家の中でゴロゴロされてるぐらいだったら、どっか行ってほしいみたいな奥さんもいるかもしれないし、旦那さんがその年齢が、上になって、定年退職した後にネットビジネスとかでもやってくれればまだ稼ぎとかね、あるんでしょうけれども、年金ってほとんど頼れない予定なので、そういうことを考えるとですね、やはりこう働き手としての教室運営っていうのも技術があってスキルがあるわけですから、そこはちょっと考えてほしいなというふうに思うんですよね。これは奥さんだけじゃなくて、旦那さんとの話し合いにおいて旦那さんもなんですけれどもね、旦那さんが能力がないとか、ダメだとか言ってるんじゃなくて、稼げる可能性があるのは奥さんの方だっていうことです。その年代になると、特にサラリーマンをやってた方っていうのは副業で何かを頑張りながらその年齢行ってない方が多いんですよ。っていうことは、辞めた後いきなりネットビジネスを始めるとか、そういうのってめっちゃ大変ですし、 SNS の発信とかも絶対大変なはずなんですよ。っていうことは、そういうのも10年とか15年とか奥様がねやってきてる場合においては、旦那さんがそれをサポートするっていう家の力関係になる可能性もあるので、そのことも踏まえて、私の場合には子供はいないで育児をお願いっていうことはないんですけど、やっぱり家事の分担バランスをもう一度話し合って変える必要がおそらく出てくる。ということは、家事も少しずつ覚えてってもらった方がいいですし、ご自身もねやってねってことで、でないと奥様が潰れてしまうと家の稼ぎ手っていう人がいなくなっちゃうので、ちょっとずつその慣らしていくっていう期間が必要になるのと、あと奥様も教室業ねガリガリにやってる場合には問題ないんですが、例えば103万の壁とかいろいろあるじゃないですか、不要だからといって、だそこをもしかしたら超えた状態で働いておく方が、60代とかそういう年齢上目になった時に、要はスキルを出し惜しみなくちゃんと働く形に転化させてお金を稼いでおく方が
老後はいいかもしれないというふうに思ってるんですよ。例えば、その記事で言ってたのが、妻もフルタイムで働いた方がいいみたいな形ですね。要は、パートの壁とか言っていないで。そうすると、老後の方の資金作りとかがまだしやすい形になる。まあ、年金とかあまり頼れないですけれども、貯蓄をね、一緒に2人でしていくとかできますよね。で、そのためには旦那さんの協力が必須です。うちの場合にはまだ私の方が家にいる時間が長い。まあ、圧倒的に働いてる時間は私の方が長いんですけれども、家のこともほぼ私がやってます。だからそれが嫌だった場合には、その定年後のことを考えて、やっぱゴロゴロっていうのは困るので、ちょっとずつ家事を覚えてもらうっていう環境をやっぱり作っていく必要があるなっていうふうに思いますし、どっちが稼ぎ手でも家にお金が入ってくればいいわけで、サラリーマンがいきなり定年退職後稼ぐ形になるのは難しいということです。はい、準備っていうものがあるじゃないですか。その何かをするにしても、ネットビジネスでも集客、通販やるにも集客、何かを教えるにしても集客、絶対に集客が必要になってくるので、いきなり会社を辞めた人がそれをねやるっていうのが、難しいわけですよ。ですから専業主婦っていう形で、頑張るのももちろん悪くはないんですけれども、時代は変わってきてますし、老後のことを考えると、やはりどう考えても共働きの方がいいんですよ。ということはやっぱりね、旦那さんの教育が必要になってくる。教育っていうと、まあ言葉はあれなんですけど、手伝ってもらわないとお互いに豊かな老後が過ごせないんですよね。要は生涯年収っていう考え方をする場合にですね、その女の人もしっかり稼ぎ続けるっていう状態と、まあ、旦那さんも稼ぎ続けるっていう形になった時に、専業主婦世帯とかは、その共働き世帯に比べて2億円以上損するっていうですね、ショッキングなデータもあるわけですよね。ですから例えば老後資金2000万円問題とかっていうのもありますけど、受け取る年金額も大きく差が出てくるわけですよね。積み立ててたら要は年金があるかないかっていうところもありますからね。ただ、例えば年金が少なかったとしても、その分を補填できるように奥様がね、自宅教室業とかでしっかり稼ぐことができれば、それはだからいきなり60とか70になったらできるものじゃないので、50代ぐらいから稼げる体質に奥様が変わっておかないと厳しいですよね。旦那さんがそうなった時にどうにかなんないですよ。だから旦那さんが60とか65とか70近くで定年をした時でも、2人分の生活を不自由なく支えられるぐらいの稼ぎを奥さんが持ってる方がいいです。はい、その方が早い話が。ということは、家事の協力とかご自身の時間がねなくて大変っていうことであれば、やってもらう必要があります。なので、そのお金を入れてる方が偉いのか偉くないのかとかいう問題じゃなくて、その奥様も頑張る、だから旦那さんも頑張ってねっていう役割分担が、多分年齢が超えてきた時に一気に変わる予定なんですよね。まあ、だからその定年に迎えた旦那さんが捨てられるって話がよくあるわけですよ。だって奥様はそうやってずっと家でやってきてて、旦那さんがいなかったのが当たり前だったのが、いきなり家にいるようになって、で何もしないでゴロゴロされて、でも奥さん例えば教室事業でね頑張っててっていうと、なんでこの人といるんでしょうっていう話になっちゃって、まあ、離婚する、出ていけというとか、まあ、いろいろそういう話はよく聞く話ですね。なので、そういうことから考えても、最強の老後資産形成は、夫が家事育児をやることであるっていう言葉はやはり出てきちゃうわけですよね。で、全て別に共働きがいいとは言ってないんですけど、金額的にそこのボリュームバランスも悪くないですよね。まあ、保育園とかいろんなね、そういうものを送り迎えとか、まあ、そういうのあったり、ちっちゃいうちはですよ、まあ、50、60とかになるとそこももうないはずなんですけども、まあ、子どもの教育費とかなんやかんやっていうのがかかったとしても、奥さんが稼ぎ続けることがもしもできたら、そのあたりも貯蓄とかもしていくこともできますしね。
そこが一つの大きなポイントかなと思うので、今税金払うのが安いからといって、全て扶養の範囲内でしか仕事をしないと決めるのも、実力がある先生の場合ですよ、奥様が。本当はじゃあ例えば、納めるためにね、10万とかの利益に抑えるように働くっていう働き方ももちろん全然あるんですけども、実力があってれば稼げる状態、例えば月商ね、50とか80とか100とかいう状態にしておけば、まあ、税金払ったとしてもですね、かなり手元にお金は残るわけですよね。で、その体質を作っておけば、そういう教室の運営が、まあ、年齢多くなって少し、ペースダウンしたとしても50万とか30万とかっていうのが一旦は入ってくるのであれば、家の動きとしては非常にいい感じになりますよね。で、その老後のことを考える時に、一つ忘れてはいけないポイントが、まあ、旦那さんの退職金とかね、そういうのも当てにしてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、今例えば何か企業に会った時にボーナスが出ないっていうのは普通ですし、退職金とかも削られるっていうのはおそらく今後普通になってきちゃうと思います。そう考える時、最悪退職金が出ないという状態も想定した場合に、稼ぎ続ける場所があるっていうのは非常に大きなポイントなので、月々の云々ももちろん大事なんですけど、長く働ける環境を家庭的に持ってるかっていうとこが多分ね、大きなポイントになります。で、まあ、現在の世代で言うと、なんか平均寿命のね、話で言うとですね、男性が大体81歳、女性が87歳らしいですよ。で、昔定年って55とかだった時に、まあ、平均寿命が大体65だったらしいです。だからそれよりもさらに伸びちゃう、要は定年した後10年ぐらいだったら、まあそれでいけるかっていうところなのが、定年した後も下手すれば20年ぐらい生きちゃうわけですよ。そう考えると、長く細くでもいいから稼ぎ続けるっていう仕組みを持ってる、まあ印税みたいなね、そういうタイプのものもありますけれども、そこを補完できるような、少なくとも奥様の方がそれを持ってるっていうのは非常に強いことだなというふうに思います。なので、ポイントは長く細く働くっていうことができる状態を作っておく、50代以降はっていうのがね、多分大事です。体力落ちてきますしね。だからそういうビジネスモデルに教室業も転換しなくてはいけないということです。ちなみに私は今コンサル業ですけど、今がもちろんそれで稼いでいくっていう方法と、ある程度こう固定的にお金が入ってくるような仕組み化した形での集客活動と、あとは単発でボーンと企画ものを立てて、その月だけボーンと跳ねさせて儲けるっていうやり方もやってますし、同時に水面下で、自分が動かなくても自動的に収益が入ってくる仕組みも2本今動かす形で取っています。で、これが全部うまくいけば、例えば旦那さんが会社を辞めましたって言っても、今もらってる月給ぐらいは別に普通に稼げるので、そこで補填はかけることできるので、その段階でもちろん、家事もね、当然私だけ負担っていうのはやっぱり家に一緒にいる上ではそれはおかしいだろうって思うので、そこは覚えていただきますけれども。例えば細々とやっていくっていう部分で、ネットビジネスもちょっとやってみようか、通販物販もちょっとやってみようかって、もしも思うんだったら、それを教えてやってもらっても、稼ぎ出すまでの間、私の方でそのお金を補完できるのは私が稼いでるからです。自慢でも何でもなくて、そういう現実でうちは回ってるっていうことです。だから別に旦那の方に細かくうんぬんくんぬんっていう話はしてませんけど、例えば介護とかいうことになったとしても、それで仮に彼が会社を辞めて、実家のね、母とか父とか義理の母、義理の父とかも面倒見るっていうことになったとしても、私の方はお金で協力をするっていうこともできるわけです。辞めたとしても、そのお給料をどうにかする稼ぎと、あとヘルパーさんを雇う稼ぎ、だから3人分稼いでる風な状態を作りたいって昔から思ってたんですよ、何かあった時用に。はい、なので、
そういう計画をもともと40代前半から考えていて、今50代になっていて、だいぶその状況を作りつつあるということになります。ですから、まとめると、生涯年収的な部分ですね、長く働くということにポイントを置く場合に、50代の教室業の先生の運営っていうのは、旦那さんの定年とか、あと老後を見据えた形で協力し合って、お金を作っていくっていう方向にした方が、長生き世代になっちゃってるので、私たちが その方がおそらくいいです。そのために今力を出し惜しみして、必ずしも扶養の範囲で自分の仕事を抑えるのが正しいかどうかっていうのは改めて考えた方がいいです。税金を払ってでも扶養の範囲超えてバーンと稼げるように自分の動きを変えるというのも一つの選択肢なので、これいきなり年を取って、もっと年齢が上になってからそういう新しいことをやるっていうのは厳しいので、40代後半くらいから老後の、ご主人とのパワーバランスと家事育児の分担とかは話し合っておく方が、急に男性は働けないです、辞めたからといって。なので柔軟性が高い女性が先にそれを見ておいたらいいんじゃないのかなっていうことで、ふと目にした記事からお話をしてみました。どうぞご参考になさってください。それでは。